はい、どうもこんにちは。キミキス7ルート実況プレイ続きやっていきます。26日目金曜日からですね。いやー、行けたね、休日デート。いや嬉しい。マジこれ7どういうつもり気持ちで設置してんだろうな、今こんな感じだよって。週末に休日デートがあると楽しみすぎる。で、まあ1日残りあるんで、まあ、せっかくだし、まあ、前回ねこの25日目木曜日でもやったようにハテナをね見に行こうかなと思います。よし、今日は休日デートプラス1日って感じかな。あ、ない。じゃあ皇帝とか行く。あ、ない。珍しい。花壇、食堂、ハテナが1個もない。珍しいな、こんなことあるんだ。おお、珍しいラインナップ。こんなんできないよ普段。あれ、ちょっといい？いいよ。ふたみさん、どうした？じゃあ何か話さない？おい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 、いいんすか？いいね、何話すかな。でもな、むずいんだよな。ダメか、うちの学校の先生って。その話は今することじゃないでしょ。ごめんごめんね。かわいい制服何が当てはまんだよ。タイミング悪いわね、その話。嘘、二見さんね、むずいのよ、入んないから。マジで話が合わないわね。ごめん、退屈だわ。ごめん。そうそう、なんかあるかな。下がるだろ勉強。ふたみさんってやっぱり成績はいいんだろうね。そうでもないわ。どうして？いい点取ってもつまらないもの。ほら下がった。あ、そうかな。はい、下がった。気難しいよ、最初の二見さん、マジで。うどん食わせたろ。食っとき、うどん。お、このところ、さぬきうどんブームだよね。おお、そうね。食べたことある？あるわよ。あるんだ。少し味が薄いけど、安くて美味しかったわ。さすがジャンクフード大好きっ子。濃ければ濃いほど好きなやつ。ハート。よかった。もう時間ね。いや、割と食べ物系なんだよな、ふたみさんって。じゃあね。ういっす。いや、健康的やな。またね。いや、ふたみさんには一切刺さってないデッキだからな、これ。話題袋あまり良くなかった。またふたみさん。いや、でも話しかけたらな。どう、いけると思う？やるか。下がったっていいよ、今は。ふたみさん、あれ、もう着替えたの？まだ体操服でよかったんじゃない？よかったらちょっと話さない？え？いける？ってか、ここにいんの？ふたみさん、また今度にして。くー、振り返って、ちょっと右向いてくれるだけでよかったよな。花壇の方向くだけで。残念。いんの、ここに。お、四条さん、何やってんの？デレレレレ。あ、マジでお嬢様って感じするわ。なんでこの音楽でお嬢様だなっていう気分になるんだろうな。曲、音の力やばくない？ああ、すみません、これからどうしてもやらなくてはならない用事があって。作詞？作曲？はい。じゃあまたね。はい、ではまた。ふたみさん、うどんの話ですらあんなにさ内容あるのに、マジ隠しヒロインの二人何もなさすぎるだろう。一生ぐちぐち言うわ、これに関しては。あ、四条さん、いや、どうしよっかな。で、神風見れるわけじゃないからな、別に。もう、えい、
いる？話する？お願い。すみません、これからどうしてもやらなくてはならない用事があって。食事だろうな。はい。くそ、ダメか。はい、ではまた。またごきげんよう。テラスに来るのも久々じゃない？アスカタン、何やってんの？ダメっぽいな。ちょっとね。ダメそうだな。何か用事？そんなところ。食事か。じゃあまたね。また。今の会話の方が多い、なんか長い気するもんな。ナナとかよりも。さあ、放課後保健室。まあ、いるとしたら、まあお姉ちゃんか？やっぱいるよな。よし。どうよ、今話す時間ある？なさそう。あー、ごめん、今ちょっとダメなのよ。ダメか、そうなんだ。じゃあまたね。くそ、8出す1安打。それ向こうから来たやつだけだけど。二見さん、またよく会うな。二見さんね、ちょっといい？何か用？ん、よかったらちょっと話さない？ええ、どうだ。また今度にして。じゃあもう次はないです。またね、残念。いやー、久々やな、ナナに会わない一日。なんだか雲行きが怪しいな。え、何イベントこれ？は、まずい、夕立だ、急いで帰らなきゃ。これナナのイベントか？パシャ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 。あ、お風呂イベントだこれ。あったあった、そんなイベントも。うそ、寒い。ナナ、ただいま。参ったな、パンツまでぐっしょりだ。ナナ、タオル持ってきてくれ。まだ帰ってないのか。よかったな。どうする、このまま風呂に入って温まるか。よし、そうしよう。濡れた服を洗濯機に放り込んでと。うぅ、寒い寒い、冷った。うぅ、昨日のお湯はさすがにもう水か。追い炊き追い炊きと。追い炊きってどうやるんだろう。うぅ、早くぬくもれぬくもれ、温もれ。あ、そうなんだ、そういうのあんの。へえ。理科の勉強であったかな、こんなの。追いだけはぬくもりやすいみたいな。うん、いい湯加減になってきた。うぅ、生き返る。ポカポカでいい気分だ。なんだか眠くなってきたと。おー、ダメだダメだ、寝ちゃまずい。けどちょっとだけ。なんでよ、昔ね、風呂に使ったら、ま、絶対寝てた、俺。絶対寝て、ズルってなって目が覚めてた。危なかったわ。毎回なんか、生きるか死ぬかを楽しんでたな。そういう意味では。寝てんじゃねえか。あ。お兄ちゃん、ただいま。もうびしょびしょだよ。結構声でかいな、ナナ。お兄ちゃん、タオル取って。なんだ、まだ帰ってないのか。靴あるだろ。干してるからわかんないのかな。どうしよう。寒いよ。そうだ、お風呂に入ればいいんだ。ぬくもってるうちにお兄ちゃんも帰ってくるだろうし、一石二鳥だよね。そうな、二鳥なのこれ。うんしょ、うんしょ、濡れてるから脱ぎにくくて。脱げた。脱げた、かわいい。もう保育園児やん。あれ、なんで湯気が。あー、お兄ちゃん。え、
テントンテントン。あら！もう、入ってるなら入ってるって言ってよ。久々に見たな。お風呂だな。なかなか見れないよ、これ。今まで、キミキスの動画撮ってるけど、2回目です、これ。レアリティすぎるだろ。相当レアだぞ、これ。ごめん、寝落ちしてた。すまん。ほら、交代しよ。寒かっただろ。もう、目、つぶってるから、早く出て。なんでだよ。もうちょっと、俺だって体洗いたいけどな。まあ、洗ってるか、さすがに。まあ、わかったよ。ナナ。何？ゆっくり温まれよ。早く出て、お兄ちゃんのエッチ。ひどくない？逆切れもいいとこだろ。もう一回エッチって言われたからずっと見とこれ。いいんか？見続けるぞ俺は。よし。うわ。これ一瞬ね、暗くなる瞬間に全てがわかるんだよなこれ。こうして風呂でぬくもった。トゥルルルルーン、トゥルリン。いや、いいもん見たな。なかなか7のイベントないからな。おい。うん、いいよ。入って入って。もう冷静になってる。どうしたの、お兄ちゃん。いやー、普通の評判だけだとな。なんかイベントあってもいいよな。こんな感じかな。ギュ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 ン。よし。間違えてたらごめんね。いや、ついに来たな、この時が。妹とデートって。うん、おやすみ、お兄ちゃん。妹と遊びに行くのもデートになるんだな。よし、じゃあ行こう。マジで、一日中寝てるからな。鳥羽春彦には土曜日って存在ないからな。お、あ、やっぱそうなるんだ。おい、ナナ、そろそろ行くぞ。あ、返事がない。下かな。死んだんかと思った。お、いるじゃん。あ、お兄ちゃん。お、部屋着かよ。早く着替えな、お前。へそ出してる場合じゃないぞ。へそだよな。なんだ、ここにいたのか。うん、お兄ちゃんが降りてくるの待ってたんだ。着替えて待っとけよ。そっか、じゃあ行くか。え、海だ海だ。この格好で行くの。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。あ、ゆっくりか。いい天気になってよかったね、お兄ちゃん。いや、これすごいレアだぞ。このコース一瞬しか見れないからな、この画面。いつも主人公ダッシュで行くから。そうだな、これなら泳げそうだ。忘れ物はないか。うん、水着もビーチボールも浮き輪もお弁当も持ったし。すごいな、バッチリだよ。ちょっと俺に持たせてくれよ。持ちすぎやって。よし、じゃあ出発だ。おお。レッツゴー。レッツゴー。あ、早っ。あ、ゆっくりだ。でも歩いてる。え、なんで振り返ったの。こうしてなんと海へ向かった。おい、待てよ。いや、さすがにそんなことないよな。え、海行くよな。おー、よかった。ほら、お兄ちゃん、海だよ。マジこの格好で来たんだ、お前。なな、ちょっとおめかししいよ。一応外出るんだと。コンビニ行くんじゃないんだと。わー、おっきいね。ね、当たり前だろ。そらな。そうだな、気持ちいいな。早速着替えるか。うん、砂浜で待ち合わせね。オッケー。パラソルとかないの。海も久々やな。ほとんどプールやったもんね。なんか知らんけど、たまたまなんかね、固まっちゃったな、プールが。ナナはまだ来てないな。ナナのやつどんな水着着てくるんだ。
まさかスクール水着ってことは。お兄ちゃん、はい、お待たせ。おい、あれ、なんかさっき着てきた服切った。おお、持ってたんだ水着。本当にスクール水着だと思ってた俺。胸がないな。どういどうこれっつって胸がないな。なかなかないだろ。おもろそうやけどなこれも。胸がないな。気にしてるのに。お兄ちゃんのエッチ。ごめんな、ごめんごめん。よし、じゃあ泳ぐか。いや、もう選択肢で減ることがないっていうの分かってると選べるよな、こういうの。絶対ダメだろみたいな選択肢。お兄ちゃん、沖へ行ってみようよ。危ないぞお前、離岸流とかあるからな。足が届かないところで行って平気なのか。浮き輪引っ張って。え、俺が足が届かないとこ行って大丈夫なのか。仕方ないな。わーい、楽ちん楽ちん。おい、こうして二人でしばらく泳いだ。泳がされてる感あるけどな。おい待て、あるよな。うわ近っ、随分泳いだな。ちょっと休憩するから。どんだけ接近してんのこれ。うん、ねえ、んアイスでも食べない。いいね、食べよう食べよう。確か砂浜の入り口で売ってたはず。あ、私が買ってくるよ。マジ？お兄ちゃんはここで待ってて。オッケー。そっか、じゃあシャーベット系を頼む。シャーベット系ね。うん、わかった。シャーベットなんや。あ、でも確かにいいな、なんかかき氷感があっていいな。駆け出して行っちゃったよ。財布持ってんの？楽しんでるみたいだな、ナナ。よかったよかった。しばらく悲しませた埋め合わせができたよ。それにしても海だと浮き輪が手放せないなんて、小さい頃と変わらないな。あ、そうなん？やっぱ波があるとダメなのか。大きめの波が来ると慌てちゃうんだろうな。ずいぶん時間かかってるな。あ、そうなん？まさか金落としたとか？様子を見に行ってみるか。何？ナンパ？したの？ずいぶん遅いから心配したぞ。何かあったのか？それがそのしつこくナンパされて困ってたの。本当にナンパされたの？ナナが？何？そうなのか？うん。可愛いしな。どこだ？そのナンパしてきたやつはどこ行った？諦めたんだ。諦めるんだ。あ、そうか。こう、なんかこういうね、やつだと諦めずにさ、こう、自己言おうとかいう系かなと思ったけど。そう、僕がそばにいれば、何か変なことされなかったかんだな。うん、大丈夫だよ。ほんと？ならよかった。そうか、よかった。僕を目を離した時に、なんてことだ。今日はもう僕のそばを離れるな。いいな、ナナ。ごめんね、なんか。え？ナナをナンパだなんて、くそー。よく考えればあり得ることなのに、なんで一人で行かせたんだ僕は。あのね、あ、お兄ちゃん。おい、あ、なんだ？そのナンパされたのって嘘なの。え？どういう嘘？ごめんね、本当はトイレ行ってたの。恥ずかしくて言えなくて、ついナンパされたなんて言っちゃって。いや、まあまあまあ、嘘か。あ、そうか。私バカだよね、お兄ちゃんがそんなに心配すると思わなかったから。心配するよ、当たり前だろ。そうだよね、心配するよね。ごめんね、ごめんね、お兄ちゃん。いや、俺も仮に妹がいたら心配してるだろうな。もうこんな状況になんないと思うけど、妹と二人でプールに行くとか海に行くとかないと思うけど、
一緒になんかどっか行くみたいになった時にナンパされてたらさすがに心配するな。もういいよ。でもこれからは冗談でもそんなこと言わないでくれ。うん、言わない。なんで？約束する。おい、初めてだぞ、デートでこの音楽流れるの。おかしいよ。おい、食おうぜ、シャーベット。また人泳ぎしよう。ほら、元気出して。うん。そうだよね。早く食べないと溶けちゃうもんね。そうそう。え、待って、青空、怪しいぞ。美味しいね、お兄ちゃん。ね、美味しいわ。え？は？待って、終わり？おー、よかった。誰もいねえ。もう夕方か。楽しかったね、お兄ちゃん。なんかゆっくりスライドしてる。なんで？徐々に全貌を公開しなくてもいいのに。なんもねえとこ座ってんな、マジで。どこここ、こんなすごい、え、広くね、この海岸。すご、こんな場所あんの。どこここれ。九十九里浜すごいよね。九十九里浜って結構長いよね。その辺なのかな。そうだな。昼間は心配させちゃってごめんね。今日一日中いたの、すごいな。もういいよ、気にすんな。あのね、はい、ナナね、うん、嬉しかったよ。え？お兄ちゃんが心配してくれてすごく嬉しかった。私のこと見守ってくれてるんだなって思った。まあな、そんなの当たり前だろ。ねえ、え？お兄ちゃん、ここがもし無人島で世界に私たちだけしかいなくなったらどうする？え？どうするって何？どういうこと？大切にするよ、これまでと同じようにナナを大切にする。うん、ありがとう、お兄ちゃん。こうしてナナと海で過ごした。割とでもイベントしっかりしてたな。話題変わっちゃった。やべえ。どうしよう、これ、先生。先生、どうしたらいいんですか、僕は。やべえな。一応セーブする？いや、7に行っとこう。話しかけとこう。おーい、7、ちょっといいか？うん、いいよ。入って入って。ここ変わらないのかな？一切。どうしたの？ちゃん、僕の評判教えてくれないか。うん、いいよ、ちょっと待ってね。おい、多分こんな感じかな。きたー、わっしょい、わっしょい。間違えてたらごめんね。いや、サンキュー。うん、おやすみ、お兄ちゃん。おやすみ。よしよしよし。今更やけど音声取れてるよな。よかった。不安だわ。たまにあるからな、俺。セーブしとこ。一応な。まあ、あとは一日やってって感じか。話題袋はとりあえずこれで行くとして、やっぱさすがにちょっと。護身を外すか。この辺入れようぜ。体、あ、水着とか、それこそは、あ、早めに水着入れるか。じゃあここ水着にする。ここ水着にして、まあ、ここは先生でもいいわ。成績、体とか入れる。で、恋とかラブレターもらったとか言ってたしな、だいぶ前に。なんかありそう。で、ここも将来かな。あんま入れても意味ないかもしれんけど、こんなもんか。こ
ていこうかな。よし、じゃあ寝よう。まあ、まずはストーリーイベントを見ようぜ。行ってきます、行ってきます。よし、あ、師匠さん、おはよう。あ、おはようございます。珍しい名字よな、変換出てこないもん。あ、いた。よし、いやもう確実にもうクリアを目指していこう。見たいもん見たしな、ブルマも見たし、水着も見た。よし、あ、お兄ちゃん。ナナか。ねえねえ、ちょっといい？一緒にお話ししよう。いいよ、そうだね。わーい、やった。何話す？何話す？え、何話そうかね。まあでも、ほら水泳行ってこい。ほら、ぷくしょーん。おっしゃ、どうよ水泳の授業。あー、授業になっちゃうのかこれ、マジか。ちょっとまた、うん、とっても楽しいよね。これはハートか、本当かい。昔、よし、昔って今まで入ったことあるっけ。入ったことあるな。よーし、ハート。体とか下がりそうだけどな、一旦制服いくか。ほんにゃん。お兄ちゃん、はい、その話は今はちょっと。ごめんなさい、体下がりそうだけどね。健康いくか。よし、健康でよかったな。か、健康といえば変わるか。あ、変わってなくね。いいこと教えてくれてありがとう。だってハートでしょこれ。おい、変わんねえぞ。ちょ、一旦アタックするか。ナナ、今日一緒に帰らないか。お、え、本当？お兄ちゃんが一緒に帰ってくれるなんて。同じかな。あ、ダメか。あー、ダメか。どうした。何？そうなのか。がっくり。また誘って、お兄ちゃん。もちろん。お願いだから。おい、気が向いたらな。もちろん。そんなこと言わずに、きっとだよ。はい。じゃ、またね。またね。残念。まあ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 。もう一回チャンスあるから。あ？お姉ちゃん、は、今いい？いいよ。珍しいな。じゃあちょっと話さない？いいよ。何もすることなくて暇なのよ。まあ、せっかくだしな。お、ハート多いな。先生行く？入ってくれよ。今はそんなことを話す気分じゃないのよね。残念。うどん。お、入った。うどん、みんな大好き。うどんの話。うどんって美味しいよね。バカか。そうね、最近流行ってるしね。なんじゃその会話。え、終わり。おもろすぎるだろ。体って、はい。ちょっと今そんな話されても。ごめんね、照れちゃう話題なのか。どういう話してんの。これやめとこう。お姉ちゃんごめん、そろそろ行かなきゃ。ああ、そうなんだ。うん、じゃまたね。ういっす。なんでいたんだ。そして俺もなんでいるんだってなってんだろうな。よーし、まずはストーリーイベント見よう。久々、近いな、噴水近く。こんなん、こんな場所あんまないからな。腰掛けてぼーっとするか。おお、なんじゃ。ばあ。え？おい。お
兄ちゃん、何してるの？ナナ、危ないじゃないか。ぼーっとしてるのが悪いんだもん。そんなことないだろ、まったく子供みたいなことして。ナナ、子供じゃないもん。大人はこんな悪ふざけしないぞ。大人って大変だね。大変かな。大人はこういうことやっちゃいけないっていうこと。ねお兄ちゃん、今度の休みもどこかへ連れてってよ。え、今度、今度は冬休みだな。冬休み行けんの？そんな先？ナナのこと大切にするって言ったくせに。雪のイベントないからな。か無人島じゃないだろ。ひどい。無人島じゃなくても大切にしなきゃダメなんだもん。ダメだな。たった一人の妹なんだもん。かわいいバーダックだな。はいはい、そうだな。じゃあ冬休みになったらどこかへ連れてってよ。まあ、どこだろうね。でも学生が行けるような場所、遊園地とかじゃない。温泉はちょっとな。そうだな、考えとくよ。絶対なんだから。はい。言っちゃった。可愛いよな、ナナは。なんかデレデレしすぎじゃない。よし、改めまして、ナナいるか。アスカちゃんかよ、珍しいな。なるみちゃん、くそ。いや、もうここまで来ると、ナナ、勝手に来てくれるからな。いや、残念。まあ。一旦。でも、三つ埋めてるし。うん、いいよ。入って入って。次のストーリーイベントも出るんじゃないか？どうしたの、お兄ちゃん。評判教えてくれ。うん、いいよ。ちょっと待ってね。多分、こんな感じかな。こんな感じかな、じゃないよ。間違えてたらごめんね。397、これ4段階目ってさ、もう正直上がないじゃん。音符が多くてもいいのかな。うん、おやすみ、お兄ちゃん。あ、もちろんね。ハート多めで行くんだけど、ちょっと気になったね。じゃあ、セーブをして、おりやす。いやー、いよいよ、終盤も終盤。もうクライマックスは近いぞ。残り4日間。残り4日間で俺は、アタックを成功させる。楽しみだな。ちょっとでもどうしようかな。意外とな、水泳が音符だったのかな。水着とかなかったっけ。あるね、水着。例えばこれつけとこ。これだけつけて改めてセーブして終わろう。よーし、まあ、次回が最終パートになることはないけど、もう残り、まあ、長くても3パートぐらいで終わる。この7編も、そして君キス実況シリーズとしても終わりかな。なんか、期間で言ったら結構な期間やってるけど、あっという間っちゃあっという間だな。なんか不思議な感じ。はい、それじゃあ今回終わります。見てくれた方ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。